あ、これスクール水着じゃないからね。あの、プール行ってるんですよ。じゃあ、うちの兄弟かもしれない、上優優ぞ。上優優じ上優優一あ。上優優三郎。加藤優三郎。細長いな。上優優三さんは、あの、やんないじゃないの。じゃないの。あの、布袋さんじゃないの。イメージが、イメージが。ね。だから、本当やったらね、ヨガヨガなってやつなんでしょ、知らんけど。ね、天皇になって処刑されてたかもしれんけどね、天皇って処刑される役やから、うちのおとりの役やからね、大王も違ってね、今度したから、ね、それにもなられへんね、犯罪役者やから。ね、まあまあ、そういう未来を、ね、潰してまでせなあかんことがあったんでしょ、それは、その、麻原彰子という人は、まあ確かに知的障害だったけど、その間に中に魔物がおって、常駐しとったんですよ、魔物が。まあ、悪に閉じ込めて常駐させて、サタンを閉じ込めたっていうのが、さあ、証拠の中に閉じ込めた。っていうのが一つの解釈ではあるよ。解釈論ですよ、いっぱいあるもん。いっぱいおるよ。で、結局、その習近平のシリーズでしょ。麻原彰子。ね。で、うちが漫画描かなかな、言ってるその加藤さんの話をこうされて。もう、札を。でしょ？でも、その結局そのシリーズの最後はあれやで。あの、加藤か消えそうやで。ね。だんだん、あの、真人間になっていってるから、加藤か消えそうな、日本ハムとかタイガースになってるな。あ、いいよね。今、清原さんぺったりよ。うちの同級生なの、同志社大学のね。だから、だんだん真人間になっていってるからな。だからそのシリーズ心配せんとその不言語でいいと思うけどな、なんだじゃあ最終回行こうってのはあかんよ。で片岡消えそうがダメ人間だけど、何のバッターでもないしそうなの。でまた札を投げるけど、女神を配置してな、カードゲームで女神に戦わせるみたいな、それダメ男でしょ。でそれが麻原彰子もそうだったし、創価学会とか、まあ、おばちゃんだもん、最前線の位置、ね、女神カードの奴隷神だもんでしょ、その創価の中枢のね、まあ、創価大表の宗教男子たちって札を真っ赤にしようよ、札をっぽい感じどうやん、創価なっていうような感じで、そういったことに創価晴れた、新たに出たんでしょ、上流雄三は。まあ、佐藤雄志の初めて、佐藤雄作やったかな、思い出さない、そういう意外なこと思い出さないんですよ。だから戸籍名佐藤は、あの上流とか、だから上流雄三とか言っても佐藤雄二とかのはずやから、だからまあこの後そのね、政府の要人とか絶対なることないし、まあ被害者として殺すしかないけどね、上流雄三は仕方ないね。でもなんかわけあったもう一つだけ、習近平シリーズ、大麻原彰子に見直してくれたからね、とは思うけどね、感謝したからね、そんなの、あなたとかね、難しい問題だけど、そっちのためにね、これ、人柱って言ってたよね、ああ、それ、アスカやった時に言ってたね、アスカやった時に言ってたからね、そうですよね、人柱って何のこと言ったら、どんなお姉さんのためって言ってたから、そういう。うちにもあったからな。